お待たせいたしました。明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ、このゲームの模様をお送りいたします。スワローズの先発は右の奥川、対するジャイアンツの先発は右のサンチェス。この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。スワローズピッチャー交代です。奥川降板。ここでマウンドに上がったのは清水。今日2人目のピッチャーとして登板です。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第2球投げました。ストライク、膝元厳しいところ、これで追い込みました。一つ外したボール。第4球を投げた。外角低めいっぱい、見逃し三振。さあリプレイです。5回の表が終わって4対3、ジャイアンツこの回2点を返しています。ゲームは後半に入ります。トップバッターは吉川。投げた、まっすぐ見送ってストライク。いきなり150キロ。2球目ストライク、これで追い込みました。投げた、流し打ち、ショートバウンド、ボールを取った。オスナうまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは中田に代わりまして、中田背番号。第9投げた、打ちました。あっとバットが折れた。塩見掴みました。これで2アウト、ランナーありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターはトップに帰って松原。ここまで2打席連続三振。投球これから2球目ボール。第3球は3球目ストライク、追い込んでいます。投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。清水最後は見逃し三振に仕留めました。6回の表が終わって6対3です。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは坂本。第9決まってストライク、少し迷ったか、投げました、ボール。投球は3球目、投げました、スライダー見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。インコース低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。第9投げました、見送ってストライク。1球目ストライクから外角低めいっぱいストライク。第3球を投げました、見送ってボール。次は4球目投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。バッターは4番岡本。第9投げた、打った、オスナボールを取る。一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。清水三者凡退、無得点に抑えています。7回の表が終わって6対3です。スワローズ見事勝利です。ご覧のように本日の試合はスワローズの勝ちでございました。勝利投手清水、敗戦投手サンチェスでございます。さて本日のヒーローは青木。本当に今日は大活躍でした。ご覧